皆さんどうもこんにちは、北の天才クリエイターの枯山大豆です。よろしくお願いします。というわけで、今日は919クイックさんの方にまた再びやってまいりました。ちょっと今回の企画のために前回布石を実は打っていたんだよっていうので、今回もサムネを見た少年少女諸君ならすでにご存知だと、わしは思うんですけど、実は今あの最先端中の最先端、知る人ぞのみ知る伝説の何菓子漫画肉です。まあそうです、鉄板ネタを打ち込んでいきたいなーみたいな。でもやっぱみんな好きじゃん、肉ハンバーグ、肉ハンバーグ漫画みんな好きじゃん。だからそのこの僕のわがまま放題食べ放題みたいな感じで今回はご用意してもらって、わざわざ今回のために骨とかなんか骨太な店長がなんか用意してくれたっていう話を聞いたり聞かなかったり、ね、してるわけなんで、今回はそれを満足するまで食べて、僕は満足してお家で寝て、明日ワールドカップを見に行きます。てなてなわけで、早速本編の方に行きたいと思います。今日も太い幅おかしいということで元気に行きましょう。はい、本編の方キュー。はい、はい、最初は一応、はい、じゃあいただきます。うん、結構お肉はね、多分前回も粗挽きな感じかな、ね、ハンバーグ食べてるけどなんかステーキ食べてる感覚に違いが面白いね。肉しい肉らしいやつ。チーズ入ってる、これ美味しいな。やっぱ肉を手づかみで食べるって感覚ってあんまりないからいいね。まあこれ、まああれですか、骨ってこれ結局今回のために取り寄せてもらったじゃないですか。これなんかお店とかで使った方がいいんじゃないですか。あと漫画肉をメニュー化しようかなと用意やって。あ、マジですか。はい。じゃあ今後ラフ肉でもいいけど。じゃあこれはあれですね。今後じゃあ要予約で、はい、まあ、この2種類ですか。小と中とあとはセットみたいな感じで3種類かな。じゃあその3種類のお肉が今後じゃあ良い予約でこのお店で食べられる。そうですね、はい、いや最高じゃないですか。ありがとうございます。って言えって言われました。回ってないですか。いや、わかんないんだけど。画面暗かった。画面は暗い。え？どっから消えちゃってんだから。さっきは明るかったんだけど。今なんか点滅してますか？点滅してる。止まってたやん。こっちのデータで今でお送りしました。今社長が気づいたおかげでこっちのカメラがつきました。すいません、本当に。あー死ぬか。いただきます。じゃあ次はねこのでかいやついきたいかな。わーすごいね、これはちょっとボリューム感がえぐいですね。
AV ですね。僕の顔よりかは小さいですけどね。まあ、そうですね、これぐらいの、こう、あ、こうやれば顔隠れますね。それ、1キロ以上あるからね。あ、でもやっぱあれですね、こんだけ肉と、豪快肉があるとやっぱこうなんか欲しくなりますね。何をとは言わないですけど。あ、ありがとうございます。うわ、もう来ますよ。いいね。やばい。やばい。最高。うん。もう世間で食べたことあるよって方も一定数いらっしゃると思うんだけど、やっぱ一人じゃダメだね。友達とか家族とか恋人とか。あ、この例えば漫画肉とかっていうと、例えばそう、ね、僕より前の世代の方々だとギャートルズの肉とか、僕の世代だとワンピースとかモンスターハンターみたいなイメージが多分すごく強いんじゃないかなと思うんだけど、今の子たちだと誰になるんだろうね。何の作品がこう漫画肉のイメージになるんですかね。もし僕の視聴者ほとんど 2,30 代ですけど、10代の方いらっしゃったら教えてください。何の作品の漫画にかイメージ強いかみたいな。じゃあラスト漫画肉はこいつとハイボールで、やっす。バッターの香りがするかも。
はい、というわけで漫画肉は無事完食して、で残りがこの手羽元が3、6、10、13、17本あるので、その手羽元をササクサクと食べていきたいと思いますよっ。ごちそうさまでした。はい、というわけでお疲れ様でした。東京肉祭り2021が終わりました、はい、ちょっとね、伝えたいことが大体53点ぐらいありまして、まず1個目が美味しかったってことと、まあ、今回動画でも扱った通りお酒提供がまた始まったので、クイックさんに来いよ、来てくださいよ、何でもします、お願いします、何でもしますからっていう感じなのと、漫画肉を扱い始めたぞ、料理役だけどなっていうことと、デカ盛りクイックチャンネルっていうのがチャンネル概要欄にあるんで、皆さんのチャンネル登録お願いします。今回は鶏肉手羽元と漫画肉、合計6キロと、ビールとハイボールをいただいて、そんな飯食っていくぜ的な動画になっていきました。いかがでしたでしょうか。ご意見のコメント欄いただけると嬉しいなと思いますので、ぜひともよろしくお願いします。また、次回の動画でぜひともお会いいたしましょう。お相手はドラゴでした。また次回お会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。あったかくし寝ろよ、僕からでしょ。今回のイラハイと、君どなたですか。やだな、君たちから生まれたんだよ。知らない知らない、どなたですか。やだな、君たちから生まれたんだよ。やだな、君たちから生まれ、どう、視聴者投稿方がいたい、アンドロイド、却下。こういうのはまた権利関係で揉める火種になるからね。あ、そっか、視聴者からのイラストを一斉紹介はいいんじゃないかな。それより今回の紹介だよ。クイックさんの骨付き肉、そういえば骨付き肉は今まで投稿した中では数少ないけど、ヒットしてる率高いよね。そうそう、だからお願いしたの。でもこれはかなり粗挽きのひき肉は噛むごとにじわじわ肉汁溢れてきてるの。中が幸せなんだぜ。あ、いや、そうじゃなくて、さっき三地元でもいたけど、販売するから Twitter、YouTube、お店のチェックよろしくな。ねえ、聞いちゃあな。あ、忙しい。いそいそ。はあ、今回骨付き名機から準備していただきありがとうございます。代わって御礼申し上げます。緊急事態宣言も明けましたから、ぜひ食べに行きましょう。新橋あたりですから。このチャンネルはフードロス削減、飲食店を全面的に応援しています。本人はカメラの前じゃ照れて言えないのでこの場で申し上げました。それではご視聴ありがとうございました。